今週も最高の週末がやってきましたね。どうも、ケイスです。今回ですけども、フシギュホーム試合になります。ちょっとね、用事があって、久しぶりのホーム試合に、行くというところで、テンション上がっております。さらにね、まあ、お酒のね、提供も、前節から、OK になりましたので、今日はね、飲んで飲んで飲みまくって、勝利のね、美酒にも酔っていきたいなと思います。さらにですね、今日は個人スポンサースタジアム満喫コースの実施日でございます。4つの体験が、できまして、1つ目は入場時の、花道、そして2つ目にピッチ内での、練習の見学、そして3つ目にハーフタイムにピッチを一周できると、そして4つ目にピッチ内で遊べるという、この4つが、今日体験できるというところでとてもワクワクしております。まあね、動画の撮影とかね、できませんということを、スタッフの方から、言われましたので、皆さんにね、お届けすることはできませんが、後でね、感想等を言いますので、少しでもね、皆さんにその楽しさを、伝えれるように、頑張っていきたいなと思います。さらにさらに今日はガーズフェスということで、女性サポーターの人は T シャツだったりとか、女性サポーターが喜ぶようなスタグルだったりとか、いろいろ出てますので、そういうね、イベントも楽しみつつ、今日は楽しんでいきたいと思います。それじゃね、早速スタジアムの方に向かっていきたいと思います。何する？五重餅。五重餅、あれですか、長野めいちゃんとか食べました？半分青い食べていただきましたけど、食べよう、食べよう。久しぶりの先にいただきたいと思います。うまい。やっぱスタジアムで飲む酒が一番うまい。もう今日はね、本当に酔って、まあ、スタジアム満喫ツアーも、満喫して試合も勝ちたいなと思います。さあ、腹減ったもんでスタジアム食べよう。さあ、ゴエムチ買ってきました。俺めっちゃ顔赤いんや。いただきます。味噌が甘くて美味しい。中津川のやつやったら確か長野めいちゃんも食べたみたいなんで、もしね、今度中津川の小屋も出た時はぜひ食べてみてください。これは長野めいちゃんも美味しいっていうわ。ギフィードナツ買ってきました。残りね、4つというところで、なんとかね、買うことができました。早速ね、食べていきたいなと思います。これどっから食うのが正解ね。ギフィー食べるしかないよね。もうごめんな、ギフィーいただきます。ギフィーめっちゃうまい。めっちゃうまい、ドーナツめっちゃうまい。ストロベリーにしたけどそんなに甘すぎずって感じでめっちゃ美味しい。ギフィーには申し訳ないけどとても美味しかったです。また発売されるときはね、ぜひ皆さんも、買ってみてください。とてもインスタ映えがして、女の子にも、おすすめだと思いますんで、ぜひ皆さんも買ってみてください。おー、ゲットしたね。感想、感想、感想は？色が可愛い。波緑じゃなくて。ああ、そうの、うん、女の子っぽいな、うん。いい感じや。よかったわ。なんとかもらえてよかったわ。さあ、今日のガチャガチャチャレンジ。出た選手は背番号22、船津選手。船津選手だよ。さあ、船津選手がね、サイドで駆け上がってチャンスメイクをして、今日のね、試合勝ってくれることをね、信じたいと思います。頑張れ船津選手。今からね、スタジアム満喫ツアー、行きたいと思います。とてもね、緊張しますが、楽しんで、やっていきたいなと思います。またね、感想等は、試合終わった後に、話したいなと思いますので、楽しみにしておいてもらいたいなと思います。それではね、スタジアム満喫コース楽しんでいきたいと思います。今ね、自宅の方に、帰ってきました。
まずはね、個人スポンサーのスタジアム満喫コースのね、感想から、言っていきたいなと思うんですけども、まあ楽しかったですね。まず最初にね、ピッチで、遊ぼうというところで、フットゴルフの方を南波さんとスタッフの方と、一緒に、やらせてもらったんですけど、フットゴルフってね、まああるのは知ってたんですけど、実際やってみる機会っていうのはなかなかなかったんで、今回、初めてやらせてもらって、まあサッカーもね、やったことないんですごくね心配だったんですけど、皆さんがね丁寧に、教えてくださったので、とても上達しましたし、僕もね、奥さんも本当にやればやるほど、どんどん上達してって、とてもね、楽しかったですし、もちろんね技術は必要だと思うんですけども、素人のね、方でも楽しめるスポーツだなっていうふうに思いましたので、またねこういう機会があったら、参加してみたいなというふうに、思いました。さらに、選手たちのピッチ内での、ね、練習の見学ではなかなかね選手たちの練習する姿を見るっていう機会がなかったので、そういう意味ではね、とても、まあ、貴重な、体験させてもらいましたし、まあ、改めてね選手たちを近くで、見たらでかいなとかね、かっこいいなっていうふうに、思いました。でラスト、ハーフタイムキャラバンで、ピッチをね、一周する時には、まあ、トリプル G のね、方々に混ざって、回らせてもらったんですけど、もう本当に、トリプル G の皆さんが優しくて恥ずかしがることなく楽しくね、ピッチを一周することが、できたので、本当に感謝しますし、まあ、今までねトリプル G の皆さんをね、まあ、スタンドから見て手振る、ことしかしてなかったんですけど、実際ねトリプル G の皆さんの立場に立ってスタンドの皆さんに手振るっていうのが、まあ、どれだけ大変なのかっていうのを、まあ、やってみて、とても実感しました。まあこれからはね、まあ今までも、ね、トリプル G の、皆さんがスタンドの方にね手振ってくれた時は、まあ、振ってたんですけど、今度からは、もっとね全力でね手を振り返したなというふうに思いました。まあ実際にやっぱりね手をね振り返してくれると、とても嬉しい気分になりますし、まあトリプル G の、ね、方に手を振ってたとは思うんですけど、僕たちにね手を振り返してくれたような気がして、とても嬉しかったですし、まあ岐阜のサポーターの皆さん本当にあったかいんでね、結構な方がね手を振り返してくれて、とても嬉しかったです。なかなかねピッチないからスタンドのねサポーターの皆さんを見ることっていうのはなかなかないんで、とてもね貴重な体験をしましたし、まあ、本当にねピッチからスタンドの皆さんの顔っていうのは意外とね見えるんですよ。一人一人の顔っていうのは本当に見えるんで、まあ、選手たちも多分きっとサポーターの皆さんの姿だったりとか、そういうのはちゃんと伝わってると思うので、本当に今回、こういう貴重な体験を、させてもらったっていうのは、とても、ね、僕の中でいい経験に、なりました。今日ねスタジアム満喫コースで、お世話になった、シーギルのスタッフの皆さん、そして南波さん、そしてトリプル G の皆さん、本当にありがとうございました。とても楽しかったです。個人スポンサーね、これ以外にもいろいろな面白そうなイベントもありましたので、またね個人スポンサーありましたらぜひね応募させていただいて、またね違う経験をさせてもらいたいなっていうふうに思いました。この動画をね見ている皆さんも、もしね来年もこういう機会があったらスタジアム満喫コース、本当にね値段以上の楽しさがありますし体験ができるので、ぜひ応募してほしいなと思います。そして、試合の方なんですけども、残念ながらね、2対2のドローというところで、勝ち点1しか取れなかったわけなんですけども、僕はね、本当に今日の試合っていうのはとても良、かったなっていうふうに、思いました。もちろん勝ち点差、勝利はつかめ取れなかったですけど、先制点をね、FCU がまず取られてしまった時に、いつもだったらね、選手たちもそうですし、サポーターの皆さんも、まあ、落ち込んでしまうんですけど、そこをね、まあ選手たちはもちろんですけど、サポーターの皆さんもすぐに、ね、拍手をして、選手たちをこう盛り立ててる感じが、スタジアムの雰囲気っていうのがとてもね、伝わってきて、今日はいけるんじゃないかなっていうふうに感じました。で、その結果、前半のうちに水田選手の、ゴールで、同点に追いついて、でそこからね、オンゴールにはなりましたけども、勝ち越しゴールをね、決めて、まあ、その後にね、同点に追いつかれてしまったのはもったいなかったですけど、その後も試合終了まで誰一人諦めることなく攻め続けてましたし、もう本当にこういうね、試合というか、こういうスタジアムの雰囲気っていうのはとても大事だと思うので、これをね、次の試合もこういう雰囲気作りっていうのを続けていきたいなと思いますし、こういうスタジアムで試合観戦をしたいなというふうに、思いました。まあもちろんね、上位の
熊本さん、富山さん、そして宮崎さん、全部ね、勝利してしまったので、勝ち点的には引き離されてしまったわけなんですけども、今日のね、こういう姿勢というか、姿っていうのは僕は無駄じゃないと思いますし、この勝ち点1っていうのは本当に大きい勝ち点1になったと僕は思ってます。なので厳しい状況によりね、追い込まれたことは事実ですけど、僕は本当に一歩、まあ半歩でもね、前に進めたんじゃないかなっていうふうに思います。残り試合数7試合というところで、昇格を考えると本当にどの試合も落とせなくなりました。もちろん引き分けもダメになってきました。僕含めて、ね、サポーターの皆さん、昇格諦めてないと思いますので、もちろん選手たちも、なんでその昇格の、ね、可能性を消えるまでみんなで一丸となって、がむしゃらに綺麗なね、勝利じゃなくても構わないので、努力くださいね、勝利でもいいので、みんなで勝利をつかみ、昇格を、勝ち取りましょう。今日はね、本当に、個人スポンサーで、いろんな体験をさせてもらいましたし、いい試合をね、見せさせてもらって、とても、満足しています。今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。Twitter の方もね、やっておりますので、ぜひね、フォローと、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、次の動画でお会いしましょう。待っているのは最高の週末だ。